新型コロナウイルス感染症対策分科会会長の本です。今年の夏休みは感染拡大防止のため都道府県をまたぐ不要不急の移動は避けてください。どうしても移動される場合はお盆など混み合う意識を避け、普段から一緒にいる人の少人数でお願いします。2回目のワクチン接種を終えた人と会う場合も2週間前からご自身の感染予防・感染管理に注意してください。新型コロナウイルス感染症対策分科会会長の夏休み期間中に帰省や旅行をされる方もおられるでしょう。その場合でも久しぶりに会う友人などとの長時間大人数の飲食は控えましょう。どうしても外食をする場合は人数は4人か、お店は自治体が認証した飲食店を選んでください。